えどうも皆さん、えー、こんにちは、えー、山村隆太です、えー、普段はフランプールという、えー、バンドでボーカルをやっておりますが、あのー、僕としては初めてあの映画に今回出させていただいて、えー、2年前にありがとうございます拍手もな大丈夫ですよそんな逆になんかすごい <laughs>、はい、逆に拍手欲しい人みたいになってた <laughs> <laughs> いやだからこういう、あの映画館はね、あの普通座って見るもんですけど、こうやって立ってね、こうその観客席を見るというのは初めてこういう経験も初めてですし、えー、なんかこういうね、あの、なんていうんですかね、何喋っても多分受けないだろうなという感覚感、すいません、こんな中でちょっと関西人のね、ちょっと。 <laughs> <あの笑>でもすごくあの僕としてはあのこの真中純也役に対してはすごく気持ちを込めてもう本当に自分の人生をかけて演じさせてもらったんで出来上がりも僕はもう先に見させてもらいましたけど本当にこう人と人がぶつかったり寄り添ったりするっていうことは決して怖いことじゃないというそういうことを伝えてくれる映画だと思いましたのでぜひ皆さんこの後ね楽しんでもらえると思うんですけどこの後楽しみにしててくださいまずは挨拶すいません長々とごめんなさい。 すいません、もう本当に慣れてなくて思ってます <laughs> よろしくお願いしますお願いします <laughs> ありがとうございますね、映画初こうやって出演でいろいろとセリフ、役者をやる上であここはちょっと緊張したっていうのはあったりするんですかいや、もう僕ら本当に素人が出ていいのかっていうところから始まったんですけどでも、まあそのあの、まあこの、ね、もうプロの方を前に本当に出るのはおこがましいなと思いつつでも最初にその監督であったりプロデューサーの方からあの、この 純也という役柄っていうのはその夢に破れて好きな人からも逃げてきたっていうなんかそういったあの何か向き素直になっていない人物ってだったんですけどなんかそういう性格であったりとか僕の中ですごくあ自分だなと思うところが多くてあとその夢に敗れたっていうところも あの昔その、まあ、バンドが活動を休止したりしてその本当に音楽という夢を諦めそうになった時があったんですけどその監督とかプロデューサーさんがその時の経験をもうそのまま使ってくださいと言われたんであなんかそれならなんか自分にもなんかできるの全く経験したくないことを演技することもできないですけどなんかそういう自分の経験を今求められてるならできるなと思ってあの挑んでいきましたけどね。 俳優のお仕事だけじゃなくて作詞作曲をされるっていうことでねしかも山村さん作詞してしかも松下さんと一緒にデュエットの主題歌もうすごいですよね豪華です本当にこれはどうだったんですかこのオファーは山村さん最初はね本当にその撮影が終わってからその主題歌をやらせてもらえるっていうのは決まったんですけどすごくあの僕としてもあのこれまでまあ主題歌を何度か書かせてもらいましたけどまあ自分が ここまで演じ,演じるというかもう自分がこの人生を反映させたもう自分の,この魂を宿らせたこの映画というかっていうものにこう自分がまた曲を書くとなるとこれまでと全然その熱量もこれままで一番こう高くなりましたねじゃあ山村さんはどうだったんですか杉野さんのお兄ちゃん役で共演してみてみそうですねあの僕も初めましてさせてもらって、えー、と1ヶ月ぐらいですかねあの岡山で過ごしたのって。あのー 本当にあの僕は結構仲良くなりたかったんですけどこういう感じなんでいや水野君のプロ魂とかプロ意識みたいな,もう,なんですかもう楽屋とかでも本当にこうあんまり仲良くなりすぎると役柄的に響いてくるから、はい、あのお,お互いその、この撮影が終わるまではこうちょっと険悪な仲というか。わざと、ね、<で>そうしてたってことですかわざ とだと僕は今でも信じてるんですけどどうなんですかそこは二年ぶりに会ってどう。 そんななに距離っていいや別にそんなこと僕あんまりその <laughs> なんか言い方はおかしいかもしれないけど意識してなかったというかそのなんというか山村さんのことをそんなに言 <laughs> 言えば言うほど何った,った。そそういう意味じゃなくてち,ち,ちゃんとお仕事をしようとねやっぱ思っていたところが大きかったんで,で、ねね、あのそうでも結果的になんかでも山村さんもなんかこうやっぱ普段歌歌歌ったりとか、えー、されてるのに現場で結構ストイックにやられてる印象が僕もあったんで、うん、それ見てなんかこう僕 もう頑張ろうってやっぱ思うところはありました。じゃどんどん右行きますよ。うん、はいそうです。どんどん皆さん手挙げてって挙げてくださいね。はい。